放送作家淳です。放送作家淳、映画デストロブ。この YouTube ライブは、ワウワウのおすすめ映画を紹介しています。3月6日土曜日、ワウワウシネマでは13本ラインナップされております。タイトルを言いますと、大奥18景1986年、最初の晩餐2019年、ターミネーターニューフェイト2019年、ここからスティーブン・セガールの特集が1、2、3、4、5、6本あります。沈黙の処刑軍団2013年、沈黙の鉄槌2019年、激突2008年、斬撃2009年、沈黙の艦隊1992年、暴走特急1995年、弥生三月、君を愛した30年、2020年。ある少年の告白、2018年。イントゥーザサン、2005年。僕は妹に恋をする、2007年。この13本なんですが、ですね、今回は、弥生三月、君を愛した30年。この作品をお勧めしたいと思います。監督は、人気脚本家の湯川和彦さんの監督第2作目となる、ラブストーリーです。主演は、春、それと成田凌、この2人のラブストーリーなんですけども、ストーリーはですね、運命で結ばれた一組の男女の激動の30年をそれぞれの年3月の日々だけでドラマチックに描き出していくと。ちょうどその3月6日ということで、この弥生、非常にこう、季節的にも、合ってますし、その春の訪れ、そしてこの映画、二人の、出会い、それぞれの生活、また再会とですね、非常にこう、初恋の人との思い出みたいなのって皆さんあると思いますけども、それを感じられる、素敵な作品ですので、ぜひ、ご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで、今回は、弥生三月、君を愛した30年、こちらをお勧めします。ではまた。